ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14イシュガルド編第31回を撮っていきたいと思います。さて、現在ファルコンネストの要塞の外側におりますが、シガンさんに話をしていきましょう。お主か、何か用でもあるのか。毒薬の解毒方法が知りたいです。ほう、竜の分泌液から作った毒か。確かにこの地に伝わる伝承の一つに猛毒を吐く竜について語ったものがある。猛毒の霞を吐く竜まれにあり、その力の源ジャケツジでいい、ジャケツイバラなり、竜これをはみて毒素を得ん。流血時という毒素こそが竜の猛毒の源ということじゃな。つまり流血時の毒素に耐性がある魔物の血があれば解毒薬を作ることも可能なはずじゃ。そうじゃの。ゴルガヌ牧場の近辺に住まう会長は流血時を常食しておると聞く。これを持って行ってみるといいじゃろう。何をくれる？そいつは会長が好む香草じゃ。牧場に着いたら火種を使って燃やしてみるといい。匂いにつられて姿を現すはずじゃ。これあれですよ、あのお年寄りの知恵袋ですよ。さて、というわけでですね、どうしようか。ゴルガヌ牧場のクエが2つちょっと溜まってしまったので、この2つやったらばメインのこれどっから行くんだろう。こっちの方からかな。こっちからなんか崖ばっかりに見えたから、こっちから行けそうにないんだけど、まあ、とりあえずゴルガヌ牧場とこの聖剣のやつをちょっとやりに行きます。では地元近くまでワープ。さて、ゴルガヌ牧場付近までやってまいりましたが、なんかこんな場所あったんですね。まだ降り出る道が見つけてないので下には行けませんけど、ほほほ、あそこなんだろう。さて、それでですね、場所はここですね。ここに指定地点がございましたので、ここによいしょ、火を、小さな火種を、敵が出るかな、カメラを引いておこう。出なかった。あれ？まだある。指定が。ん？ちょっと待ってね。まだ指定がある。ん？何しろって言われてたっけ？あ、香草を使う？ちゃんとね、話をね、聞いてないっていうね。香り高い香草を使うと、確か敵が現れるみたいなことを言っとったような気がする。そうだね、毒のクエストで毒に耐性がある鳥かなんかを捕まえてこいというお話でしたね。すごい強そうだね。あ、二重掛けしちゃった、バカバカ。センチネルとね、このランパート一緒に入れてもあんまり意味ないっていう。あ、1体だけでいいのか。割と優しいクエストでしたよね。3体ぐらいバーって出てくるかと。あとはこれか。ちょっとそこまでどうしよう、パパッといけるかな。ちなみにあのアイテム欄ちょっと見ていただけるとですね、赤いものがいっぱい、こう右下のアイテムなんですけど、こんな風になってますけど、これはあの今現状、イベントの妖怪ウォッチクエストでミニオンをいっぱい交換した状態でちょっと今止めてるので、それであんなに赤い
ものがいっぱいになってますね。え、これどっから行く？ジョブ変えた方がいいかな。レベル55だとね、襲われるから。これ目的地が下でいいかな、っぽいね。この辺でもね、レベルがさ55なんだよね。で、装備品は未だにガーロンと。そろそろ変えた方がいいんだろうなとは思う。そしてレベル54クエストに挑もうとしているのですが、大丈夫でしょうか。兄さん、見てください。ソルクザギルさんに託された唯一のナイトの装備なんですよ。ふふ、少しは格好もついたでしょうか。さて、手記に記されていたのはこの辺りですね。手がかりがないか探してみましょう。お、周りの手がかりを探す。こっち？手がかり、あれじゃない？手がかりを、凍った血痕。ああ、雪の上だと残るのかな、溶けない限りは。凍った血痕が続いて、ん？普通はこっちに続いてる感じだけど違うのか。これ以上引けないカメラが。あ、ごめん、そっちか。ん？この駅舎の小冠？雪の中にこの駅舎の小冠なのか、これちょっと音読みなんだったかな。あ、で、報告でいい。戦闘が絶対あるよね、これ。フェイト発生してますね。ふう、ここには特に手がかりはありませんでした。兄さんは何か見つかりましたか？冠が、あ、これソルクザギルさんがさ、つけとったやつじゃん。これはソルクザギルさんの。彼が手記を書いた後ここに来たのは間違いないようです。う、ソルクザギルさん、手がかりはそれくらいですね。それにしても凍った血痕というのが気になります。後をたどってみましょう。たどっちゃう？でもあれね、ソルクザギルさんはあのウルザ派で結構暗躍してた毒蛇の、違うな、毒なんとかのグループにやられたはずなので、その団体が出てくるかな。じゃあ凍った血痕が、コンスタンさん大丈夫かい？兄さん見てくださいと。敵が出るかな。どうやらダスクビジルの方に向かっているようですね。追ってみましょう。ダスクビジル？初めて聞く地名を、急に出てきた。合ってる？方向合ってる？ここから西に向かっているようです。行きましょう。この音が、まだ敵がね、そこの辺にポロポロおるって話なんだよね。あんまり速くないな。そこか、未開の土地踏み入れちゃったな。
もうちょっと行くとさらに未開じゃない？この辺は未開のどっちじゃない？やった経験値がもらえるね。ダンジョンみたいなのがある。うん、とりあえずやりますか。来ましたね。受殺者が2人。こうおかわりが来るかな。あ、ここでディプライザルを置いとっといた方がよかったかな。おかわりはこうない。救助く見、今のは見えざる毒火。やつら僕たちを誰かの仲間だと思ったようです。まさかソルクザギルさんの？西の方面に逃げたやつらがいます。後を追いましょう。これはソルクザギルさんが生きているフラグなので。ちょっと待って、また未開の地じゃん。すごい未開に行かせるじゃん。未開じゃない、未踏だったか。慌てとると文字も読めてないっていうね。これマップがさ、若干邪魔なんだけど、どこがいい？この辺？じゃあどこも邪魔だない。左下とか左上、これちょっと悩むんだよね位置をさ。あー、左上かな。これ以上上にはなぜか行けない。これぐらいしとくか。あ、サイズも変えれるじゃん。わおね、ちゃんと今までやってないっていうね。なるほどね。もう装填に入ってはしばらく経ちますが、やっとこの左上も邪魔だな。うーんうーん、下も嫌だしな。困るね。ん？合ってる？西に行ったっつったよね。え？道がなくない？お、降りれる？これダメだよね。なんかマップ上もなんか亀裂みたいになってるし。え？上もダメそうだな。いける？こっち。あ、いける？あ、いけるっぽい。いや、いけない。ここから先がない。先がなさそうだぞ。ダメだな。うむ、戻ろう。いかん、道がわからぬ。これ下、それかこの列国を越えたどこか、それともこの列国は無視していける。なんかあれはあれか、フェイトかな。フェイトポイント、
レベルが上がりましたね。未開の土地に入ることで。もうちょいか。ちょいと待ってよ。え？この先。この辺から上がるのかな？いや、上がれなくない？ダメ、ダメだし、もう未開の土地にまた踏み入れてるし。ここからも登れないよね。ダメだな。ルート。登るルート。こっちも道なさげだし。回り込むのかな？ものすごく。なんか来たね。こういうとこになんか風脈とかありそうだけど。なさげ。この辺から上がるとか？道がない。ん？この先だよね。ここ。回り込むのかな？なんかちょっと、なんか跡みたいについてるから。こっちかな？また未開の土地が。未開じゃない、未踏の土地を。この辺は未踏に？あ、さすがに違うか。いけないか。あれじゃない？あ、コンスタンさんか。敵は巻いた？巻いたな。よし、やるか。バトルですね。ちょっと待って、もうちょっと行くとまた？これ、知らない土地なのでは。あ、先がある。行っちゃった。コーチドラバニアって書いてある。戻ってくるかな一回。チョコボの森。え、あ、なんか粉脈みたいな。あれだけちょっとやっといていい？待って、乗れる？あ、乗れる。なんで今、あ、降りてたっけ。こんなところ。そう、風脈のリストって、ここにあるらしいんですけど。あれ？これはそうか、違うのか。コーチドラバニア。こっちが、まだ全然空いてないっていうね。へぇ。待って、チョコボが、敵だよ、ここ。戦うの？へへぇ。あ、もう戻りますかね。ん？町がある。そしてエーテライト的なもの。え？行っとこうかな。ここ歩いてくるの、だるいよね。あ、また来るのだるい。エーテライト開けとこう。通れるかな。めちゃくちゃ遠いよね、だって。待って、意外と距離があるぞ。意外と距離があるぞ。いや、だが、すぐだ。未知の土地にどんどん踏み入れてますね。クエストもある。あ、それであんな分かりやすいところに。まずチョコボーター開けましたの。そしてあそこに
文脈が分かりやすくある。これなんかいずれはめちゃくちゃ分かりにくいとか、もういけないでしょっていうところにあるらしいので、まあそこはおいおいですかね。まあ、とりあえず目についた文脈と得て開けていきますか。天気予報祭、アイアンハートさんっていう名字の人なんかちょいちょいいるけど、なんか関係があるのかな。さあ来ちゃいましたよ。ここなんだっけ、テイルフェザーっていうところですね。テイルフェザー、ここはまだ先がある。でもこのエリアってエーテライト2カ所しかないってこと。へえ、ここ何かあるね。さあ来ちゃったけど、ここ特にクエストもなさそう。入れる、多分進めてないと特にクエストもないんだろうね。地図上も別に出てないしね。危ない。さあ戻るか。これでチョコボの森の向こうまではエーテライトで来れるという、ちょっとありがたい。さあ戻ろう。そしたらナイトのクエストやっていきますが、どうしよっか。あれ、あ、こっちでいいか。戦えるかな。さっきの現場までワープでいいかな。そうだって、ナイトクエスト1までワープしようと思ったんですけど、割といい時間になってしまったので、ちょっと次回に回そうかと思います。では次回は、先ほどのナイトのクエストの位置まで戻って、そこのクエストからやっていきたいと思います。では31回ご覧いただきありがとうございました。失礼します。